はい、皆さんこんにちは。今だからのんびりフィルムカメラの一人フォトです。ですね、今日の動画は正直、はい、皆さんに、動画でお伝えしようかどうかっていうことをだいぶ迷っていた動画を今日は配信させていただきたいと思います。ちょっと時間が経つので、そろそろいいかなと思って、はい、動画配信しています。はい、今日のご紹介する、はい、カメラじゃないですね、レンズです。はい、これなんていうレンズかご存知でしょうか。おそらくニコンの方でしたらよく知ってるレンズだと思います。まあ、発売はですね、2002年の8月ということで、かなり時間の経つレンズです。AIAFS ズームニコール 17-35mmF2.8、ED レンズですね。はい、問題はですね、このレンズをどういうふうに手に入れたかという話です。今もですね、私このレンズ大切に持っています。で、本当はフルサイズで使えるレンズなので、フルサイズのカメラで使うのが、まあ、正当かとは思いますけれども、私が持っているカメラがですね D90 なので、D90 で使っています。はい、ですね、このレンズですね、実はこれもやっぱりジャンク品だったんですね。で、どういうふうに手に入れたかというと、まあ、ある、はい、リサイクルショップのジャンクの箱に入っていました。ガサガサやっていたら中になんか大きなレンズが出てきたんですね。で、あんまりその当時ニコンのレンズ詳しくなかったので、まあ、とりあえずなんか綺麗そうだし、多分壊れてるだろうからということで、はい、一緒にですね、他のレンズと一緒にカゴに入れて持ち帰ってきました。持ち帰ってきて見たらびっくりだったんですね。なんとこのレンズ、当時の定価が27万5千円、いわゆる大三元って言われるレンズの広角ズームだったらしいです。で、最初、はい、おそらくカビが生えるのか、まあ、故障しているのかどっちかですよね。ということで見たらですね、カビの方は LED ライトを当ててみても非常にクリアです。どこにも、カビが生えてるところにもありませんし、しかもですね、このレンズの特性なのか、ホコリの混入もほとんどなかったんですね。ということで、まあ、カビとかはなさそうだ。じゃあ AF はということで、オートフォーカスですね、はい、スイッチを入れてみます。やっぱり動かないんですね。まあ、当然ですよね。当然ですよね、ジャンクですからね。で、まあ仕方がないなと思って、まあ、こんな風にピントリングをガチャガチャやってたんです。そうしたらですね、はい、今音聞こえますかね。この音、キューキューする音はですね、このレンズのどうも持病みたいですね。多くのレンズがですね、この持病で、ジャンク品となっているようですけれども、それでも、はい、ピント合わせ何も問題なくできました。ということで、以来このレンズですね、私のところに来て、で、私使ってますけれども、はい、それではこのレンズのお値段、いくらだったかというお話をしますと、1100円です。このレンズですね、実はジャンクバックスに入っていたレンズ全部1100円だったんですよ。ということで、このレンズ私1100円で手に入れてしまったんです。おそらく私史上最大の収穫劇だと思います。まあ、こんなことって、長年、まあ、ジャンカーやっててもそうはないですよね。今このレンズ、オートフォーカス故障して、まあ、全く動かないものが、薬報部なんかで調べると大体、2万円後半から3万円くらいしてますよね。で、私このレンズ直してみたいと思って、ニコンのサービスセンターに電話して聞いてみました。やっぱりそしたらですね、修理すると7万円くらいかかりますよっていうことでしたので、以来このままずっと使っているんですけれども、はい、こんなことがあるからやっぱりジャンカーになってしまったっていうことですよね。こういうことがやっぱり重なると、ジャンクボックスをですね、見過ごして歩けなくなってしまいます。はい、私がジャンカーになった、はい、きっかけとなったレンズのご説明です。
はい、皆さんもこんな週刊演劇、体験した方いらっしゃると思います。ぜひそんなご意見をですねコメント欄に寄せていただけると嬉しいです。今だからのんびりフィルムカメラのひとりごとでした。さよなら。